ホステルレビューします。スキルムーブ5、逆足読んで、身長192、高成績高い普通で、まあ、3試合使って3ゴールド1アシストやけど2試合ギブなんで、まあまあまあ使用感良かったって感じかな。まあ、相手に使われてもめちゃくちゃ嫌な印象あったんで、一回ちょっとスタメンっていうか今日作り終わったから作ってみたんですけど、マジで使用感は良かったですね。でハンターケミはもう多分ハンター一択かな。ホークじゃなくていいかなって気はしますね。ペースとシュートほぼ簡素にさして、パスも普通にうまい。ショートパスやっぱ96あるから普通にうまかったのと、ドリブルもこの身長192の割にはめちゃくちゃしやすかった。まあ、能力も90ほぼ超えてるん で守備84、守備式82もありがたい。でフィジカル96もあるし、ジャンプも96あって、積極性86はそこまでは気にならんかったかな、使ってて。で強シュート、高精度チップシュートのテクニカル、まあ多分これあるから使用感いいんですかね。まあ、やっぱりファーストタッチプラーはでかいっすね。もうやっぱりフォワードにファーストタッチプラーあるだけで、もう当てて前向いて打つだけでいけるから、ボードの収まり精度が全然違う。ファーストタッチプラーあるだけで、しかもこの身長あるんで余計にいいっすね。でまあシールドもあるんで、まあ、自分自身あんまりクロスうまくないから、足元で中心でこれ使ってみたけど、ホセル使ったけど、普通に足元だけでもめちゃくちゃいい選手ですね。うん、ストイチコフ今ファーストタッチプラー使ってるけど、またちょっとタイプ違うというか、やっぱねこのシールドあるとドリブル守りつつもテクドリバーあったら本当になんかこのコンビめちゃくちゃいい気がします。使っててマルジやったっけ、誰やったっけ、あの感じの両方プラスの時もめちゃくちゃ使用感いい印象あったけど、本当にボード収まりはめちゃくちゃいい。で前向いて打つだけでいくんで、シュートも本当めちゃめちゃうまい。白のトリベラやけど、トリベラでめっちゃいいシュートいってるんで、まあ、それも試合シーンでさっきあったと思うんですけど、まあ、これもトリベラのシーンとか見てもらえたらと思うんですけど、まあ使用感いいっすね。これは作成必須レベルちゃおうかな。しかもレアードが勝てばプラス2だし、マジで強いと思う。足元でやってもうまいと思います。うまいというか強いと思います。あのセルロートとまたちょっとタイプ違うというか、セルロートはなんかゴリゴリでいけるけど、これなんか技巧派もありつつっていう感じかな。スキル語もあるしっていう感じなんで、まあ、結構強い。相手使えて嫌やなっていう印象が自分で使ってみて分かった感じの強さはある。本当おすすめ選手です。作ってください、これは。はい。で、以前エボったトーレスはもう絶対エボらなくていいです。はい、この後試合も含めて見てもらえたらと思います。とうとうやっちゃいましたね、この試合。ホセルやっと作り終わりました。めっちゃ朝早いですね、確かに。ちょっとホセルはね、相手使えて結構嫌だったから楽しみなんですよね。やば、昨日ぐらい。まあそれもプレースタイルによる、よね、結局その人のプレーによるからさ。でかい選手であればあったりとか、まあどの選手もそうやけど、プテとかって多分誰が使っても強いと思うんですよ。だから全員、ま、万人受けする選手と。レナドは強い、強かったっす。僕は好きなタイプ。ただ現、お疲れ様です。ただ現環境であのボードとか持った時とかに、ま、強いけど、うん、パワーシュートないとか、ロブタツを有効に使うんだったら強いって感じですかね。テクドリとかもあって自分でも運べるし、ボードもちゃんとカットしてくれるから強いのは強い。組み合わせもできるんだったら本当にありですね。マジで強いとは思う。あの的確はマジでずれます。的確はマジでずれる。だから今までと同じ感覚でやると初めはもうほんまパスミスやばいっす。的確はやっぱずれちゃいますね。
マジでずれる。ヘディングで初めて決めたような気がする。100何ゴール決めてるけど、初試合中の流れからのヘディングゴールや。このアラウフの、毎回言ってるけど、アラウフね、なんかロブタツのパスするとき、スパサブにはなるんで作りましたね。スパサブとしてはめちゃめちゃいいっすよ、ほんと。で、スタメンで使ったらもっと輝くけど、って感じはする。で、サイバーはサイバーでめちゃくちゃいいっす。いいんやけど、相手長い系の選手とか、セルロートとか、まあ、それこそホセルとかで、ジルーとか置かれると、もう止めれないっす。今の問題点よね。ちっちゃいサイバー置いてると。あ、そんなパス出せんの？やばない。え、ホセル、そんなパス出せんの？止めれんよ。ほんまに。今の CB じゃ、クリロナ止めれんよ、メッシも。大会前には買う可能性はありますね、マジで。メッシ、どっちかは買うか。まあ、ちょっと、様子見ながらかな。次のユーロのイベントと見て、スカ制限を見てかな。7月も大会あるの決まってるから、なおさらちょっと慎重にいかんとあかんのでね。大会がそこまでなかったら、もうコインバンバン行くんやけど。レナト強いけど、ほんと、もうちょっとでかかったら感あるよな、レナって。だからサイバーでもうちょっと気軽に置けなきゃ。もうハバー、カンセロも攻撃アクセントめっちゃいいんすよ。ロブタツやっぱ持ってて、展開しやすいし。ただ、やっぱハバー使ってたら、守備すごい気になる。ぶち抜かれた、追いつけん。ぶち抜けるというか、めっちゃぶち抜かれる。で、気づいたら、このアラウホとハバーツサイバーコンビに戻ってた。おはようございます。思った、みんな早いなと思って、俺も、今日早めに始めたけど、もう30人を見てくれてると思います。おはようございます。まあ仕事早い人とかいますもんね。お疲れ様です。でもそういう方も多分多いと思うんですよね。僕もでも、アメリカの時とかこの時間も起きとったんちゃうかな。海外の停電やばそうっすね。俺結構長い間出張行ってたけど、停電は確かにあるんですよ。落雷とかで停電は何回かあったけど、しかも俺、ほんまにエレベーター乗るか乗らんかの時に停電もあったからな、怖かったけど。でもあんな長い時間なんのはなかったな。まあ、地域によるんすよね、アメリカのマジで行く。まあ3人一緒にいるのはでかいと思う。でもあれほんと一人でね、新たな地で停電とかマジで最悪やからね。僕も周りいたからよかったけど、会社の人いたんで普通に。ああいう時にね、マジでモバイルバッテリーとか重要よね。電気来てないから。そう、ほんまにね。てか僕がこの出張行ってない時に限ってこういう大会があるでしょ。まあどっちみち多分ね、休み取れんか行けんねんけど。言ったらと、無理やろうな。アメリカで全く俺6年7年行っててイベントなかったのに、このピンポイントでイベントあるっていうね。実費で行くのはでもすごい。マジで。お金めっちゃかかるからね。会社があの出張のお金出してくれてたから全然行けるけど。飛行機もやばかったっすかね。最後行ったので4月か。4月6月か。
年々値段上がり方やばかったっすからね。僕が行ってた時と途中で倍になってますからね、金額。かと思いな、まあ JAL やったけど、ほんまに倍やんと思って、倍ちゃいますね。エンクンクやばい、ニンニンさんと当たってリビライでエンクンク使われたけどやばかった、止めれません、あれ。まあただでさえニンニンさん止めれないからやばかった、ほんと。なんか去年のエンクンクを思い出す、あのドリブルの感じが。いやホセロ俺やっぱ好きだ、これ。ファーストタッチプラー強いわ、このフィジカルゴリゴリで。ファーストタッチプラーのしかもシールド持ちはやばいわ。高校さんはもうアルティメットで紙引きでしょ。高校さん最近 CF どうなんすか。あのランク1行って以降はランク2とかランク3はいけてるんすか。ランク5です、昔の自分。なんでなんで、あの時逆になんでランク1いけた。高校さ普通にうまいのに。まぐれでランク1はいけんからね絶対。何がダメなんやろね。ミスったな。あの時は全試合に返しながら44分6球打って連続捕まえてました。サイドチェンジが強かったのでビルドアップ簡単でした。44ブロックね。44ブロックってなんか打ってるはずやな、感じでなんか変なことなってないですか。44ブロックね。スピード感は上がったが、ちょっと守備と攻撃の難しさは出てますよね今。サイチェンは今でも普通に強いと思うけどな。守備大事って思っても攻撃うまくいかないのにカーカなってロスとして負けるパターンですね。てかあと単純にあの上手い人多い。前から上手い人多かったけど、もうほんまに上手い人がめっちゃ増えてる気がする。まあ選手レベルが上がってるから、まあ、操作をしやすくなったとか多少あるやろうけど、と上手い人多いなと思う。その人は何で差別化するかよね、本当。まあ、プレススピードとかはもちろん人によってちゃうと思うんですけど、逆にそのプレスが来られなかったら。僕が言うのはあれやけど、本当、構成、中盤の構成の持ちとかはめっちゃ重要やなと思うな。自分が引かれたのが苦手やから。いやホセルいいわマジで。久しぶりにオンラインの試合やったけど守備の仕方忘れてやばいんやけど。で
言いながらいつもランクワン行くじゃないですか。って言いながらランクワン行くじゃないですか、いつも。守備はでもむずいっす。おはようございます。高精度とかね、パワーシュート持っていたら楽ですよね。もう守備は僕はもうガツガツしかいけないんで、もうガンガン行くんで、もう。今のとかも分かってたけど行かれるよね。ノーファール？それはやばいわ。それはやってる。なんか申し訳ない今のは。あれノーファードはやばいわ、さすがに。あれノーファードはやっ。ああ、まあそれもあるね。あとインターセプト持ちのガンガン前出るから、特にこの今やってるビセックとかやばい。お前どんだけ前まで行くねんみたいな。ワード、ほんま。使ってて。そんな前行かんでいいやろみたいな。今もあと守備が、ディフェンスライン高さ70がいいんか。69以下がいいんかも。まあこれ多分使う選手によるね。あ、忘れてた。SBC やってないっすね。あれ、何の TOTS 格やってくれたんやろ。今日朝回したやつ何やったんやろ。目標でもらったやつかな。やってないっすね。昨日のやつはもう全然ダメです。あの、90のセンターバック。バストーニーと見せかけての全然違うやつ。もうそれはラファレオじゃないですか。ラファレオはやっぱ強かったっすよ。まあ、昨日レート1150の、まあ、ロパンさんか。最近3回ぐらい当たってんねんけど、毎回同点か1点差なんすけど、やっぱりね、使いこなす人に使われたらラファレオとかも化け物っすね、あいつは。あんまり今作微妙って聞いてたけど、普通に強かったっす。テオとラファレオとかじゃないですか、やっぱ。あの辺は普通に当たりだと思いますね。出すとこなさすぎる、これ。ほんまにやばい。あれはいいっすよ。多分あのストレーフ得意な人とか、テクドリも普通に速いし。モーガンか。モーガンも途中前良かったけどね。あの SBC あれいつや、ウィンターの時やったっけ。なんかの時はめっちゃ良かったけど、あのちょっと独特の重たさ気になりますよね。この審判やっぱ全然ファウル取らないね。自分も全然取られてないなと思ってたけど、全然取らんね。いや、よう守ったセルドート、ナイスすぎ。デイビス、いやもうプロテクト入れたらよかった。マジでもうちょっとこのプロテクト操作上手くなりたいんやけど。使います？皆さんプロテクト。そんな。ベリンガム弟の方が入らんくないですか？
高精度プラス今めっちゃ入るなっていう印象持ってますけど、緑出してるんですか？緑出して入らない。ファーストオーナーえぐっ。ホセル4321の真ん中で使ってます、まあ、普通に地上専用な感じで使ってます今ね。ファーストタッチプラがやっぱ強いわ。てかパスも普通にうまいしな。あれやな、マニキー早いこの人。あと守備今みたいにちゃんとしてくれるのもいいですね。いやー、前向いて打てる打つだけかなと思ったけどダメだな。オフは蹴る前にちょっと時間かかるのすごい気になる。相手のスカットすごいなこれマジで。しかもそれが全員ファーストオーナーっていうのが恐ろしいんやけど。過去一の当たり見たかもしれない。あ、さすがにプラスすぎた。いやーちょっと雑いよねさっきから。もったいないことしてるわ。縦入れて下げて逆サイドで、マジでこいつ蹴らへん時あんねんけど。マジでコントロール表示しとこうかな、ほんまびっくりすんねんけど。アラウホ絶対なんかおかしい固有で。キック蹴らんこと多いし。あ、オフトはそこでかけんねや、正しいな。今のはちゃんと対応されるんやな。ホッセル、くぅ、ファーストタッチプラでもあれは無理だよね。生まれた、危な。自分を前にセンチュリオンビビッチだけクリアをしても蹴らない時ありました。マジで何かモーションがマジでね、何か蹴らないとか、まあ、蹴らないは今日は初めてなんですけど、最近で。蹴るまでめっちゃ時間かかるんですよね。ロブタツの時だけね、しかも。他の時は普通にちゃんと蹴ってる。ロブタツの問題なんか何なんか分からんけど。オフは？なんちゅうキックやね。カッポエやっぱな、守備はいいけど、
ビルドアップダメだな。ああ、これ狙えるな。ミスってるけど、多分裏狙えるわ。オフトラ結構かけてくれるから。タイミング。通る。いやああああ、いやピレのパスうまいね、さすがです。いやきつ。おお、シュートうまっ。シュートうまっ。ホセル。やば。強っ。これ塩か、いいわ。めちゃくちゃいい。あ、さすがに無理だよな。てか低弾道でクロス上げたつもりやけど、大胆パスはランダム性あってむずいわ。使い慣れてない。使い慣れれば出せるんか知らんけど、なんか高なったり低なったり分かりません僕には。いいね。さすがビセック。いやー惜しい。いやこれでまだ2上がり期待できるっていうホステルやばいね。やば。あれ対応できんのやっぱでかいな。いやーめっちゃ出てきてた。気づいた時にはタッチでかかったな。俺迅速じゃなかったらいけたんかな。迅速もあって伸びたよね今の。いや引っかかるか、引っかかる気はしてました。はい、アラウフの後ってくれる。マジでやっぱアラウフ・ハフェルツの両サイバーは安定するな守備。負けるか、負けるか、マジか。負けちゃいますか、そこ。やばい。ナイスキーパー。よいしょね。なんか一緒の感じっすね、やっぱり。マジで初めて行かれた。このゲームやって初めて直接行かれた。話題事じゃないけど。マジか。出しすぎたな今のは。ちょっとさすがにもうちょっと引いといたらよかった。今ですね、一応転売情報として、
まあ、ディスコードの方を運営してまして、まあ、入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは、一応 YouTube のメンバーシップも復活しました。まあ、このどちらかを入っていただければ、ディスコードの招待送ります。で、まあ、リンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから、お願いします。わからなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、まあ、登録後、僕の、X にまた、DM していただけたらそこから招待の方も送りますので、よければお願いします。まあこれ、まあざっくりとした、まあ紹介文ですね。まあこういうのをあげてますよっていう感じのです。まあその日、各毎朝、更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、まあこれ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、まあ SBC であったりとか、まあ、過去作の TOTY についての、まあ、説明であったりとか、まあ、イベントですね。過去作で出てたイベントとか、まあ、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、まあ、他にも、まあ、ディーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、ディーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。まあ、この下にアップグレとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。で、まあ自分の成功した案件とかも、その辺も載してるんで、まあ自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい。ですね、以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、質問のも結構数多くいただいてるので、ちょっとサーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、まあだから転売情報だけ欲しいって方は、こっちだけをまあ通帳にして、もし質問の方でこう数が多くて、通知が多くすぎた間っていう方はこっちは通帳付とかに分けるようにまあ2つに分けてて、まあこっちであれば、例えばまあプレイの質問であったりも OK ですし、まあスカットの共有とかですね、スカット相談とか、あとまあ雑談も含めて、まああとご質問はまあ市場転売とか、転売以外っていうのが、まあ先ほど言ったプレイとかになってきます。まあこういうのも、やってますので、まあ、転売以外のところも、まあ、質問できる環境にはしてます。まあ、初心者の方とかも含めてですね。まあ、ちょっと対応もずっとできるわけではないので、極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、まあ、僕以外の方も、お答えしていただいたりもしてるので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい。